はい、どうも、チューバーチャンネル TV、カミヤンです。今回も、動物の森、ポケットキャンプ、ゲームプレイ、やっていきたいと思いまーす。さあ、ウェマサが話しかけてまいりました。今いるのが、ナミナミ川でございます。第1回、第2回の釣り大会、参加することができませんでしたが、今回、第3回の釣り大会より、初参加となります。さあ、ここ、なみなみ川にて実施中釣り大会、釣れるお魚、エンジェルフィッシュ、ブルーギル、アロワナのようでございます。そして目標の記録に達成すると素敵な商品とトロフィーをもらうことができるみたいでございます。さあ、どんな素敵なプレゼントをもらうことができるんでしょうか。非常に楽しみでございますが、本の落とし物を拾いました。後でキャンプ場にお届けしましょうか。光っているお魚、これですね。釣り大会のお魚。早速釣っていきましょう。えいっ、おっと、一気に2匹釣れました。エンジェルフィッシュが釣れました。早速、ヨガさんにエンジェルフィッシュをお渡ししちゃいましょう。さ、どうやら計測を始めました。合計サイズ。金の釣り場をメンタル中。どうやら怪しいで。怪しい感じがしております。また後で。さあ、普通に釣りを楽しみましょう。さあ、ここにもいました。釣り大会のお魚。さあ、何が釣れるんでしょうか。かかりました。またも、エンジェルフィッシュ。さあ、続けてこちら。かかりました。またも、エンジェルフィッシュ。さあ、ここにもいます。さあ、こうやら、どうやら違う魚、アロワナが2匹釣れました。さあ、ここにもいました。さあ、どうだ？食いついてきた。さあ、この魚は、エンジェルフィッシュ。かかりました。ブルーギル。これは光っていないぞ。そして、釣る、イエローパーチ。さあ、上まさり、お魚を渡していきましょう。サイズ測定。あと少しで目標に到達するみたいでございます。頑張っていきましょう。どうやら光っているお魚がいないみたいでございます。さあ、こちら。
上政の投網を使っていきましょう。さあ、お魚を大量にゲット。さあ、ブルーギル、カブアナ、その他のレオネ、早速お魚を持っていきましょう。さあ、私サイズ測定。さあ、目標達成できたんでしょうか。さあ、合計サイズ目標達成いたしました。そして素敵なプレゼントを魚政からもらいました。メンダコの帽子をゲットでございます。さあ、また光っているお魚発見いたしました。クチタ、エンジェルフィッシュ、2匹。さあ、また渡していきましょう。お魚をあげます。サイズ測定。さあ、続きまして新しいキャンパー、花子に話しかけていきます。花子との仲良しレベルが1にアップでございます。さあ、そして花子のお願い聞いてあげましょう。お願いクリア。さあ、もう一度お願い聞いてあげましょう。これどうぞ。お願いクリア。さあ、そして花子との仲良しレベルが2にアップいたしました。またお願いを聞いてあげましょう。お願いクリア。さあ、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カビアンでした。バイバイ。